はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ですね、こちらまあ最初いつもガチャ引いてるんですが、現在12月30日の0時23分なんですけど、まあ忘年会ガチャはねもう結構引いたので、多分残り1日、次が猫祭だと思うんだと思いたいんですが、その前にね、こちらこのダイナマイスが終わった後のガチャ次第によって忘年会ガチャ引こうかちょっと悩んでいるので、まあ多分皆さんがともうこの動画を見てる頃にはもうこのガチャが変わってると思うんですけど、このガチャがね1時間前あの11時に変わるので、それによってちょっとどちら引こうか、あのだから動画の後半にこちらはガチャは引きたいと思います。忘年会ガチャかこの超激ダイナマイツの次のガチャか、ちょどちらかちょっと決めたいと思います。はい。で今回なんですけど、まあ、ちょっと先頭からやらせていただきますが、はい、とりあえずも大狂乱の猫、こちらが欲しいので、狂乱ステージを、9種すべてクリアする必要がありますと。なので、こちら、狂乱の巨神、狂乱の鳥、狂乱のバトル猫だよね。降臨、すべてクリアすれば、9個クリアすることになるはず。あの、ネネコもクリアしたので。なので、じゃあ行きましょう。最初、多分ね、巨神が難しいと思うんだよ。だから、狂乱の、これバトル猫って初めてなの？狂乱のバトル猫って。なんかニューって書いてあるんだけど。いや、それか、挑んで負けただけかな。じゃあちょっと行きましょうか。ちょっと待って、編成ちょっと。まあ、まずこれで行って、ちょっと様子見ます。はい、どんな感じなのか。まあ、1試合は負けることを思いましょう。かなり今回長い戦いになるんじゃないのかなと思いますが。ん？鳥わかんないな。浮いてる敵か。あ、でも浮いてる敵僕まだ用意してないんだよ。とりあえず行ってみよう。もうとりあえず、壁つく。いや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 、遠距離ですか。あー、鳥、1体だけなわけじゃないよね、多分これって。多分また出てくるよね。え、1体1回の攻撃弱いから壁さえ作ればどうだ？無理か？でもこれ問題、もう1体とか、なんかこっから後からガゴーンって出てきそうな気がして怖いのと、あと猫がたま、あー来た、トナカイ、トナカイさん来ましたよ。トナカイさん来ました。しかしこれは格好の餌となっていただけるのか。ぜひ、ぜひトナカイさんも強い。いや、大丈夫、大丈夫。いいよ、押してる、押してる、押してるっちゃ押してる、押してるっちゃ押してるけど、このトナカイさん倒したらダルターニあたりゲットできないかな。ダルターニあたりのお金稼ぎたいんだけど、めっちゃ強くない？気のせいかな？これはかなり強い気がするんだけど、で、まだ、まあまあ、押されてはない。で、一応、この、狂乱のこの2体のおかげで、いや、ほんと早くね、大狂乱、もう1体トナカイさん来ました！早く、早く、お金を貯めさせてくれ！ダルターニを、ダルタンに渡せばだいぶ強いと思うんだよ。白の敵にかなり効くと思いますので、1体倒せば、1体倒せばたまるはず。いや、いや、無理か。まずいか。これ、どうだ？無理か。ちょっと待って、頑張って、頑張って。まずいか。1体倒せば、1体倒せばかなり戦況は変わるはずなんだけど、マジか。そんなか。そんな差があるか。マジで。これダメか？厳しい？いや、頑張って。なんとか、押し込んで。一人でも倒して、もう1体来ました。あー、ダメだな、これは。じゃあちょっと最初はお金貯めよう。お金貯めていきます。はい。そうか。なるほど。ちょっと待つか。ちょっとまず、あのトナカイさんが来るまでは、これで耐え、ちょっと貯めて、どれぐらいにトナカイさんが来るかな。来た瞬間、まあちょっととりあえず盾を作ってっていう感じかな。そろそろ行く？ダルターニャ、浦島。浦島、ダルターニャ分は貯めた。もうちょっと貯めようか。最初が、で、こっから行きましょう、じゃあ。とりあえずちょっと盾まず作りつつ、こう、来たね、来たね。で、ダルターニャと浦島。これでだいぶ壁はできるはずなんだけど、一応出しましょう。よしよしよし、オッケー、いいよいいよ。いいよ、すぐ、あ、間違えた！はやぶさ、まあ、はやぶさでもいっか。うん、行きましょう。どうなんだろう、これでかなり、まあ、ダルターニャがいることによって、いや、あ、大丈夫か。トナカイが来た時にも対処できるはず。これで多分いけると思う。そっか、最初の戦い方がいきなり出しちゃって、トナカイが多分、モンスターが出てきたらトナカイが出てくるっていうシステムだったんじゃないかな。あ、でも誰たんに、誰たんにはいない。いや、しかし、浦島がいるから多分大丈夫だと思う。かなりの火力だと思うので。でも浦島吹っ飛ばされてるな。でも猫さっきね、そのやられた時に残り体力結構減ってたんで思ってたよりね。だから結構、こう、浦島で削って、で、トナカイさんを一体でもまた倒していただければ、浦島、動きを止め、まずい！ちょっと待って、結構浦島でも食らってるな。ダルターニャが欲しいな、ダルターニャ。
いや、よしよし、もう倒せるぞ、もう倒せるぞ。多分、赤来た、まずい。これはちょっと、浦島。あ、桃太郎だ、桃太郎。ああ、マジで。ダメじゃん。これは、厳しいか。無理か。どうだ、浦島でなんとか。浦島、赤い敵にはめっぽう強い。そして時を止める。いいぞ。笠地蔵いらないか。ちょっと浦島と。よし来た、よし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 。あ、間違えた。あー、まあ、やったら谷へ行こう。いや、浦島出せた。え、オッケーオッケー。いけるいける。あ、倒した。よかったー。いや、これは勝ったよね。さすがにこれは。いやー、桃太郎だ。桃太郎大活躍。ありがたい。よーし。じゃあもう一回次は？バトル猫行こうか。多分巨神がかなり強いと思うので。ちょっとまあこれで行きましょう。よろしくお願いします。さあ何が出てくるかな？バトル猫なんだけど、どんな猫が出てくるのか。バトル猫、早い！早いな。行くか。ちょっとこれでなんとか耐えていただいて。どうかな？耐えていただける？これで耐えつつ、いや、厳しいな。行こう。ちょっと早まったか。で、まだ敵は出てこない。いや、でも強いな、バトル猫。これ、バトル猫って、赤来た。いや、これは無理だ。待て。これどうする？お金マックスの状態だとしても、これ、桃太郎。オッケー、桃太郎っす。なるほど。赤の敵はそんなに強くない。ちょ、待って。赤の敵はそんなに強くない。いけ、一掃しろ。で、どうだ？これで。いや、赤が多いな。ダルタンニャ。あ、ちょ、待って、浦島の方が良かったんじゃない？これ、今。ちょ、待って、浦島。うわー、厳しい。あ、無理だ。いやー、吹っ飛ばせ！いや、いけるな。これ多分。ちょっと待てよ。考えよう。とりあえず、この編成で、ちょっと行きます。はい。でも、進化してないんだよなー。このあたりは。30にはしたんだけどね。ちょっとそこが不安ですが、行くかー。今回でもうちょっと決める覚悟で行きましょう。いやー、でも、バトル猫が強すぎるなー。あの子どうしよう。動き止めたいんだけど、止めれないんだよね。どうする？赤い子がとりあえず来るまでは、ちょっとなんとか耐えていただきたいんですが、桃太郎まだ出すの早いか？で、浦島も早めに出しといて、いや、これ厳しいか？やばいな。ちょっと待って。思ってたより、思ってたよりですか？これ、赤いの来た。早めに赤いの来ていただけると非常にありがたいんだけどな。とりあえず盾作って、どうだ？これで動きをね、浦島遅くできるんですよね。で、とりあえず、カオルくんとかちょっと出していこう。で、盾作りつつ、とりあえず、バトル猫の攻撃は、浦島に耐えていただいてって形になるかな。どうかな、これで、ガンガン、オッケー、いいよ、だいぶお金は貯めれるようになってきた。ちょっと待って、一回貯めたい。あ、マックスか。一回マックスだから、ここで、いけ、カオルくんと動きを止める子。で、あと、浦島の体力がどれだけ持つかかな。いや、行ってこい。で、桃太郎もいるから、桃太郎は、よし、いいぞ、バトル猫吹っ飛ばした、いいぞ、強い。で、カオルくん、で、いいよ、赤い敵に関してはもう、ダントツ強いからね。はい。何も問題ございません。はい、吹っ飛ばせ、よし。で、とりあえず盾を作りつつ、浦島もう一体出てくるまで耐えたら、かなり勝ちは濃厚じゃないけど、バトル猫の体力次第だけど、いけると思うんだよな。一回バトル猫さえ倒せば、もうこの状況一気に、打開することは可能でござるが、さあ、吹っ飛ばせ、よし。いやでもこれもうちょっとあれか。いやでもいいね。狂乱のやっぱり。あ、よーし、バトル猫に勝った。いけるなー、これは。大丈夫。ちょっとね、お金マックスをちょっと使っちゃったけど、これでおそらく大丈夫だよね。浦島、ダルターニャ一応出しといて、さすがに2体目。まあでも、もし2体目のバトル猫がもし来たとしても、おそらく大丈夫だと思う。よーし。あー、やったー、よーし。さあ、1日経ちました。1日経ったっていうか、11時になりました。ガチャが更新されてると思うんですけど、ん？アイアンウォーズ？これは、確か、ボンバーズが出たやつか、先ほど。このガチャあんま知らないんですよね。どうなんだろう。でも、激レア狙いたいな、この子。ちょっと、なんかね、テル前聞いたことある。前ゲットした気がするな、前の端末で。ちょっとじゃあ今回一応こっちやってみましょうか。はい。まあ、もうゲットできるの、ゲットしちゃったんだよね、超激レアは。なので、こちらやって、明日、多分、
猫さえ来るんじゃないのかなと思いますので、そちらの動画になると思います。とりあえずじゃあこちらアイアンウォース行きましょう。11回連続ガチャ行きます。伝説狙ってさあ行くぞ。まあ、とりあえず超激レアは確定してるので、でも伝説は多分超激レア枠では出てこないんだよね、おそらく。さあ猫トーストーす、行きましょう伝説。あーでも猫ロッカー嬉しい。とりあえず今プラス値上げてるので、まあありがたいと。で、そう、猫ジャンパーも今ちょっと集めてるんですよね。あと猫フィッシングとか、あと猫タツ、なんだっけな、あとちょっと猫ザイルかな、もうちょっと今集めておりまして、いくら、あーそう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 、これこれこれ、猫フィッシングバリアをね、その貫通してくれるからぜひ欲しいっていうのと、伝説猫スイマも欲しいけど、伝説なんて来ないですよね。そんな簡単にね、わかってます。はい。ごめんなさい。なんかちょっと映っちゃってますね。はい。あ、消えましたね。はい。行きましょう。頼む、来てくれ！お！あー、びっくりした。ほじゃないです。とりあえずほじゃないです。違います。来てません。はい。あー、なんか次っぽいな。超激レア確定。あー、あれー、あれ？これ？で、出てないよね。あ、出た。あ、まだ、まだあった！よしよしよし、よかったよかったよかった！あ、じゃあ、ボンバーズをとりあえずプラス、あ、でもな、ちょっと MP に入れたいんだよな、今回。どうしよう、MP に入れちゃっていいかな。じゃあ、激レア確定！さあ、何が来る！お！新キャラですね。よし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 、オッケー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 。これどうなんだろう、ガレーズ。まあ、でも2体出てきたから、ま、いいかな。まあ、今回は、神引きっていう感じでは、ないと思うんですが、まあ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 。よかったよかった。ボンバーズはちょっと MP に入れようかなと思います。はい。ちょっと、本能解放したいので、他の子をちょっと強くさせたいなっていうのがあるので。はい。ということで、今回は、アイアンウォーズやってみましたが、多分、次かな、明日かな。明日ではないか。明後日か。その、猫祭が来るのが。まあ、その時にちょっとね、ガチャ引いていきたいと思います。明日どうしようかな。ちょっと猫さえまで残しておくべきかちょっと考えます。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。次回、大狂乱の猫で、もうかなりちょっと今裏で実はちょっと進めておりまして、なんとか、頑張っております。お疲れ様でした。